岡野診療院の岡野です。今回はですね、痛くない針の打ち方の考察ですね。痛みなく針を打つ方法ということで、鍼灸学校をですね通ってられる方とか、臨床をやってる施術者の方とかですね、そういう方々にとっても、針初めての患者さんとかに、初めて針を打つっていう時にですね、痛くないようにどうやって針を打てばいいかなということを結構悩まれるのかなというふうに思うんですけれども、私の考察ではですね、よくありますよね、前十って言って打つ場所をこうやってしっかり揉んで、それでこう、まあ、こちらかこう打つ場所しっかり揉んでですね、でこういう心管とかですね、まあ、こういうんですね、針を入れてこうやってトン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 とかって、こうやってまずは最初にこう打ちますよ打ちますよっていうこう準備をするわけですね。でそれでこうトン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 って打っていくっていう風な形の手順を取っていくっていう風な感じのことを、まあ、学校でも教えてると思いますし、臨床でもやってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、コミュニケーションをめちゃめちゃ緊張してる患者さんにですね、そういうやり方をして、でコミュニケーションを密に取ってやっていくと、やりようによってはですね、余計痛く感じてしまうんじゃないかなというふうな考えられるんですよね。でそもそもですね、痛みなく針を打つ方法っていうのは、おそらく科学的なですね根拠っていうエビデンスがないんだろうと思うんですよね。これこういう風なやり方をやると痛みがあったとかなかったっていう比べようがないんですよね。そうですんで、おそらくエビデンスはないんだと思うんですよ。で、その痛みが出るか出ないかですね、そこがどういうところで、痛みが出るか出ないかの区別っていうか、こう境界があるのかなっていう風に考えた場合ですね、おそらく、ポイントとしてはですね3つあると思うんですね。で1つはですね、その施術者側の慣れてる感っていうんですかね、あこの人慣れてるなとかですね、この人は針打つ扱うのがうまいなっていう風に、思わせるような、ところですかね。こう以前、お見せしたかもしれないですけど、こう針回しですね、こう針を片手でこう心管に入れてっていうのはスムーズにできてると、ちょっとこう慣れてる感出ますよね、こういう風に。でそういうのをこうさりげなく見せてるとかですね、あとはやっぱりこう紹介できた患者さんとかですと、あの人が良くなってるんだから私もきっと良くなるはずだっていう信頼感があると、緊張感やらがえている状態になるかなと思うんで、痛みは出づらいと考えられるんですね。であとはそのさっき申し上げたその患者さんの安心ですよね。特にその針についてそんなに不安がなかったりとか、精神的に安定している患者さんであればそんな痛みは感じづらいかなと思うんですけれども、すごい緊張してたりとか、なんですかね、針に恐怖心があったりとか、緊張はすごい強かったりとか、こう精神に不安定な状態ですかね、そういう患者さんには、結構痛みっていうのは出やすいのかなと思うんですね。でなんでかっていうとですね、痛みっていうその感覚自体には、患者さんとかその人間の心理っていうのはすごく大きく影響を、及ぼしているというふうに、言われてるんですね。不安な状態とか緊張感とか体の状態が、コンディションが悪ければ悪いほど痛みっていうのは感じやすいというふうに言われています。例えばですね、寝不足な時、普段の睡眠時間7時間だったところが6時間半とか、ちょっと30分ぐらい短いだけでも痛みの感覚っていうのはかなり強く出やすいというふうに言われてるんですね。ですんで、まずはですね、痛くない針の打ち方の方法と一つとしては、患者さんの心理と、術者のコミュニケーションのところに注目を当てて考えた方がいいかなと私は考えます。例えばですね、痛みに、敏感な時とかありますよね。そういう患者さんの状態が不安定だった時の場合は、できるだけ
受者に対して不信感を抱かせないような形で持っていった方がいいかなというふうに思うんですね。で、いざ施術に入っていくときにもですね、その針を打つときにですね、まずこう前銃とか言うんですよね。こうやって打つとこ、ここに打ちますよみたいな感じでですね、こう準備をさせて、でこう心管をこう立てるわけですよね。こうグッと立ってて、あ、ここ打たれる打たれると思うわけですよ。もう立てた瞬間、緊張感強い人はですね、痛い痛い痛いとか言い出すわけですよ。で、何もしてないですね、こう針を立てて、針入ってないでトントンってやって、これで痛い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 というわけですよ。立てない状態でこういうふうにやっただけでも痛い痛いという方もいらっしゃるんですよね。で、そういう状態をなくすことをまず前提としてやらなければいけないかなと思うんですね。で、その方法のとしては、一つはですね、安心できるイメージ作りっていうのが必要かなと考えるんですね。安心できるイメージ作りっていうのはどういうことかっていうとですね、もう今の例えばこういう低針ですけど、これは針先が丸いやつなんですけども、これこうツンツンってつくと、これ別に特に痛くない、ちょっとチクチクするかなぐらいなんですね。で、この感覚痛いですかって、痛いですって言ったらもうちょっと優しく、こういうふうにこうなんですかね、こう立てるんではなくて寝かせて、こういうふうにですね、これで痛いですかって、おそらく痛みは出ないはずなんですよ。これで痛い場合はこう擦るですね、こういうふうに擦って、これ痛いですかっていう感じでやっていくということですよね。まずは痛くない、範囲の刺激で治療していくということが大前提かなと思います。で、これでやっていくとですね、だんだんこう寝かせた状態で刺激を入れても、これは痛くなくなってくると。で、起こした状態でこれも痛くなってくる、なくなってくると。で、この刺激っていうのはある意味もう、最初の切皮って言って、針が最初に入り込む時と同じぐらいの刺激になりますんで、この刺激をですね、何か別のものに例えてもらうんですよね。例えばこう、なんかひよこに、ここに餌があったとして、ひよこがこう、ついばむイメージでできますとかって、目つぶってもらってですね。で、ああ、確かになんかそんな感じがするっていうふうになった場合は、これはもう OK なんですよ。で、この刺激が、足とか手とかですよね、こう、患者さんが見えるんですよね。こう針を打ってるところが、針を打ってるところが見えるとやっぱ緊張感が増すんですよ。ですので一番最初に針を打つときは背中とか腰とか見えないところをやった方が、いいだろうというふうに思います。ですので、まずは打つぞ打つぞというですね、準備、こう緊張感を高めるようなやつはやめた方がいいということですね。で、まずはその針を入る、こう疲れるようなこの刺激ですよね。この刺激について痛くないっていうことを、分かってもらえるように、少しずつ刺激を、最初は優しく、だん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 刺激を強くしていって、最後ここまでいくと。ここまでいけばもう大丈夫ですね。で、しかしそこで打つときは見えないところ、背中とか腰とか、そういうところに打つということなんですね。で、打つときもですね、最初はですね、こういう入らない、刺さらない針で、こうトントントンってやってみて、どうですかとか言って、痛くないですか、痛くないですって言ったら、で、言ったら、もうこれでめっきもんですよね。あ、そうですか、痛くないですかとか言って、まあこんなもんなんですよとかで喋りながらですね、もう打っちゃうんですよ。そうすると、もう数本入ってるときに、あれもう打ってんですかとか言って、まあ打ってますよという感じで、もう打ってるんですかみたいな感じになりますんで、全然痛くないですっていうことになりますんで、そういうふうな形でですね、少しずつイメージを、刺さるぞっていうイメージとかですね、これから刺すぞっていう緊張感ですね、そういうものを、できるだけ排除していって、針自体をこう刺さるイメージとか、こう入っていくイメージっていうのを別のものに、患者さんにとって安心できるような何かに、イメージを転換させて、それで打っていくということが大事なんだろうというふうに考えるんですね。ですんで、例えば前銃をしなきゃいけないとか、誤作法ですよね、こう最初にトントン立たなきゃいけないとかっていう、そういうのっていうのは、まあ、昔はそういう方が安心感が得られたのかもしれないですけども、最近はどうなんでしょうね。むしろ、そういう侵害刺激っていうんですけど、
こうなんか外からこう入ってくるような刺激っていうのに皆さんそんな慣れてないんで、注射ぐらいしかないんですよね。こう子供の頃からそういうものに、慣れ親しんでいることはないんで、注射ぐらいしかこう侵害刺激を受けるってことはほとんどないんで、どうしても注射のイメージが、針治療のイメージになってくると思うんで、注射のイメージではなくてですね、こう例えばその先ほど申し上げたひよこが餌をついばむようなイメージの方に転換させて、それで打っていくというふうにした方が、おそらくいいんだろうなというふうに思います。で今回は、痛くない針の打ち方の考察ということでお届けさせていただきました。岡野診療院の岡野でした。失礼します。